っちゃたかしです。カーブ聞いていきましょうぜ。です。はい、今日の動画なんですか。ミスターワンまとめ。はい、来ました、ついに。はい、ということでミスターワンですね。はい、ダズボーです。ミスターフォーかなんかの時に言ってたんですよね、うん、確かね。いいね数が多ければっていうので、ね、そうそう、1111言ったらみたいなこと言ってた気がする、うん、1だけ言って無事言ったということで、うん、よかったよかったということで今日はねミスターワンをまとめていきたいと思います、はい、うん、ぜひ最後まで見てみてください。それでいきましょう、お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方、よかったらチャンネル登録お願いします。 いろんなまとめ動画上げてます。一緒にワンピース楽しんでいきましょう。おい、じゃあ行きましょう。はい、ではミスターワン、今後も出る可能性あるキャラでございますからね、うん、あ、いや出る可能性あるよ。むしろこれ上がってる時には出てたらごめんなさい。確かワンチャンありますよね、うん、あります。うん、今3週前ぐらいに多分撮ってますから、うんうん、やっていきますよ、はい、ではまずプロフィール、うん、はい、本名、うん、ダズボーネスさんでございます。はい、ダズですね、ダズ、うん、ダズさん、うんうん、異名が殺し殺し屋ですね、うん、シンプルですね。シンプル殺し屋、シンプル殺し屋なんていました、かつてかつていないね、ワンピの中ではそんなシンプル人いないね。シンプルすぎますよ ね、 ね。でコードネームは、まあ、ミスターワンですね、はい、まあ、バロックワークスの異名というかね、うん、コードネームでございます、うんうん、年齢が最初出た時は29歳、はい、今31歳です、うん、どうなんですかね、ケイさん若いですかね。これは31歳で殺し屋でしょ、うん、まあ、だいぶだから手だれなんじゃない、やっぱり。ああ、もう子供の時から殺し屋家系なんですかね。分、ね、うん、かんないけど、もしかしたらそうかもしれない、うん、ね、過去知りたいね、確かに、確かにね、うん、で身長が212センチ、うん、でかい、でかいですね。殺し屋にしてはちょっと目立つね、うんうん、そんな、確かにね、まあ、ワンピカはそんな目立たないから、うん、あ、そっかそっか、殺し屋とは思えない髪型だしね、うん、あと確かに変装しやすいからね、きっとね。あ、まあそうか変装してるイメージないけどな、うん、ダズあんまカツラとか被ってるイメージないで懸賞金が7500万ベリーと、はいはいはい、もっと上がってんじゃないですかね、もしかしたら。上がってるだろうね、クロコダイル上がってたから、まあここも上がってるだろう ね、 ね。で所属がもともとバルクワークスのオフィサーエージェントだったわけですね、まあミスターワンなんでね、うん、で今おそらくクロスギルドなんじゃないかという感じですよね、うん、はいはい、いましたよね。そうですね、あの書かれてはいた、うん、クロコダイルと一緒に映ってはいましたから、もうクロスギルドはもう確実ですよね、うんうん、そうだね。で船がもともとね乗ってたのがキルサスーン号、うん、はいはい、これはバロックワークス時代ね、キルサスーン、うん、これはまあおそらくキルとダブルフィンガー、うん、相方だったダブルフィンガーがサスだからキルサスーン。ああなるほど、そうそう、あのダジャレっていうかね、うん、そういうバロックワークスの船は大体みんなそうなんで、そうですか。で悪魔の実がスパスパの実ですね、はい、結構実はだからなんかいい悪魔の実もらってますよね、うんうん、まあそうだよね、お話的に活躍しそうな悪魔の実ですよね、うん、なんか言うてもね、うんうんうん、ね、うん、刀だからね、剣士のね、ね、うん、で誕生日ケイさんこれ分かりますか、1月1日でございます。言っちゃった、はい、そんな言っちゃう、ケイさん分かりますかって言って普通に言ってたけど今そんな今俺の中でもまあ1月1なのか1月11なのか11月11なのかね、一応考えてはいたんだけどね、言われちゃいました今日はすぐ言われたね、カットが入ってるかもですけどちょっと一瞬間にねお話があったんで、そこの間に全て忘れてしまったという感じですね。そうスッといったからね、まあ、堂本光一くんと同じ誕生日ですね、うん、ああ光一くんこの誕生日なの、そうです、小田さんと同じだから、小田さんも元旦だから、そうですね、うん、いつも毎回この話してるかも、そうそう1月1日の時大体ねこの話してる、そうです何人かいるからね、うん、ジャニーズカウントダウンでといえば祝われる人ですね、うん、やっぱ1日になるんでねはいはい、はい、あんまいないでしょ坊主の坊主のジャニーズ坊主ジャニーズいないでしょあんまり、ジャニーズが坊主になった時は結構戦争ものの作品に出るんじゃないかって噂が立つっていう感じですねなるほどね、なるほどなるほど、あーなるほど、結構そういう噂が立ちやすい、なるほどなるほど。で出身地がウエストブルー、はいはい、もともとウエストブルーの殺し屋って言われてたからね、あーなるほど、そうそう、もともとはウエストブルーで殺し屋として多分名前が通ってて、うん、まあいつクロコダイルと出会ったのかね、いつスカウトしたのか分かんないけど、まあ、このウエストブルー時代っていうのが結構大事そうなんですよ ね、うん、ね、だってあのウエストブルーってあのベッチとかのあの要はファミリーが5大ファミリー、あーそっか、その要はマフィアみたいな人たちがいる海なんですよね、そうか、殺し屋家系か、うん、そうなんかあんのかなとは思ってるけど、うん、でも何も明かされないから何もないかもしれない、確かに全然妄想かもしれない、そういうのありそうですね、うん、うん、で好きな食べ物がマテ茶と生ハム、うん、は
はいはい、マテ茶ってあんま飲んだことない。太陽のマテ茶みたいなのね、なんか売ってるイメージあるけど、うんうんうん、まあバロックワークスがみんなお茶だからって感じだと思う。そうか、そっちはそうか、うん、そうみんなお茶なのよ。ミスター3がね、アールグレイだったりとか、うん、みんななんか お茶が好きみたいなのは決まってて、その中で、まあ、マテ茶が当てはまってますっていう感じなんだけど。なるほど。で、はい、嫌いな食べ物、はい、焼いた豚肉。おお、めんどくさい人だよね。だからね、生ハム好きだけど焼いた豚肉が嫌いっていう、ね、まあでも確かに気持ちは分かるけど、ね、その焼いたチーズは好きだけどみたいなことしよう、焼いてないチーズ嫌いみたいな、はいはい、うん、はいはい、まあそういう感じだろうね。うん、豚肉は生ハムがいいってことだよね。だからきっとたまにさ、あの生ハム食べ放題の店とかがたまにあるんですけど、あるね。そんな食べれる生ハムって？食べれない。食べれるね、確かに結構しょっぱいもんね、うん、生ハム。しょっぱいよね、うん、味ついてるから。なんか他も食べれんのかな、生ハム食べ放題みたいなあるよね、うん、なそういうカテゴライズあるよね。でも食べれんよね。それだ、嬉しいんじゃない。嬉しいんだろうね、ミスターワンは、ね、テンション上がってんだろうね、うん、やったーって言うだろうね。絶対言わないけど、絶対そんなテンション上がってるところなさそうだけど。ではミスターワン様プロフィールそんな感じですね、はい、では見た目、うん、この見た目も結構渋いですね。まず坊主で、うん、たらこ唇ですね、うん、で1ということに誇り持ってるのか、もうお腹にドンと入れ墨か、うん、まあ、マジックって説もあるか、うん、この、うん、ないよ、なんで油性マジックで書くのかな。ちょっとずつかすれるし。で何ですかこの服は、なんていう服なんでしょうね、はい、これなんか羽織ってますよね、ちょっとお祭り男みたいなね服装で、まあまあ ねなんかマントというか、ね、あの、バロカス時代ね、バロカス時代。今は何もか、今はまあ黒スーツなイメージだよ ねそうですよね、うん、今スーツ着てあのなんかボーイさんみたいな格好してるイメージですよね。ね、やっぱマフィアのなんか一味感あるよね、うんうん、かっこいいですね。でもうん、かっこいいですよ、うん、やっぱなんか印象的だよね、やっぱね、ねえ、やっぱゾウとのシシソンソンのやっぱバトルはやっぱ好きな人も多いし、うん、うん、やっぱかっこいいよな。かっこいいんだけどなんかちょっとね、なんかちょっといじりたくなる要素もあるよね。ありますね、うん、そうなんだよね、いいキャラしてるよね、うんうん、では次どんな戦闘なのかということで、うん、先ほど見ました悪魔の実のスパスパの実、はい、パラミシア系の悪魔の実を食べております、うん、はい、これあらゆる部位を刃物に変えることができる全身刃物人間でございますね、うん、かっこいいよね。いやいいよね、うん、鉄だからね、全身鉄のコードってことだからね、うん、能力やっぱこれ少年心くすぐるよね、これね、やっぱね、いいよね。もう指をナイフにしたりとかね、うん、ね、腕足をもう刀にしたりとか、うんうんうん、これナイフをピュンって投げれんの？これ投げるとかはできないんですね。あ、飛ばすのは自身から出すのは無理、はいはいはい、あ、そうか、自分の体自体が刃物になるパターンか、うん、そうそう、覚醒したら分かんない？覚醒したら分かんないね。これはどうなんだろうね。ミンゴに近いのかな、うん、ミンゴみたいな感じでね、壁とかが急にナイフになって、ね、地面とかが刃物、全部刃物可能性あるかもね。めっちゃ強いね、ね、いろんなところから刃物が突き出てくるね、バーンって強そう。めっちゃ怖いやんそれ。めっちゃ強いじゃんそんなんね、ね、うん、ね、その可能性はあるかもね、ね、ワンチャンインペルダンのレベル1のあのグレン地獄、うん、ミスターワンの前任者覚醒させて作った説ね。わかんないけど適当なこと言ってるけど、ワンチャンあるかもね。強えな、そしたらな、やっぱりね。えはい、では技、はい、技いっぱいあるよ、この人は実はいっぱいあるんだよ。うんうん、結構ある。まず切る人って書いてスパイダー、うん、全身刃物の行動に変化させ相手の攻撃をしのぐみたいな感じなんですかね、うん、一応ね、うんうん、なんかまあ鉄塊みたいにね、ねえ、そうだね、全身鉄ガードだよ、うん、鉄ガードって何言ってましたか。じゃあ何それ大丈夫です。なんか聞いたことある、聞いたことある CM あ、なんかなんとかガードみたいなやつあるやん、その薬の CM。 では次スパークローです。急にぶっ込んできた。スパークロー、はい、手を刃物に変化させて、うん、まあ、攻撃って感じですか。うん、そうだ ねここがね全部こう刃物になってキャッと、かっこいいんだよねあれね。うん、かっこいい。で次、うん、スパークリングデイジー、かっこいい名前だ ね発砲ひなぎく切りだっけ。そうそうそう、うんうん、これ漢字書けんの、たらしさん覚えなきゃって感じでも。いや漢字書いや、やっぱこれは覚えるよね。慣れ字は必要なんだこれ。慣れ金でやっぱこれ覚えたくなる、なんかやっぱり発砲ひなぎく切り、もう書けないけどちょっと出そうだもんね。言えるは言える。さあ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 、うん、こちらまあなんか両手首をパンって合わせて、なんか小手みたいな感じでこう斬撃を放つって感じですね。そうそうそう、あのまあカメハメハみたいな格好でこうバーンつってねえできるの、うん、これやっぱかっこいいよな、やっぱ技とか。かっこいいねえ、いいね。次アトミック
くスパン、はいはい、内側から外側開くように両腕を振り抜いて、うん、こう、ね、これも斬撃を放つ技ですね。そうそうそう、いやいい、ゾロが建物こうでっかいのうらーって投げたのをこうスパババーンって切って、うん、あの避けた技、強いよなこいつな、やっぱ、うん、いや強いよ、うん、あ俺これ次の好きなスパイラルホロー、うん、あーいいね、腕になんか巻きつく、うん、なんか謎のね刃物、うん、はいはい、螺旋型に腕を、そうそうそう、形状をこう刃物にして、うん、それを高速で動かしてもうドリルみたいな、そうですね、そうそう、回転するドリルみたいな、ツイストポテトみたいな感じでございますね。お祭りを思い出させる、急に可愛くなった。そう、あれ見て、 あ、 なるほど、ね、あれ見てお祭り思い出す人いたんだ。ツイストポテトで攻撃するんだ、え、ツイストポテトで、それすごい可愛い、可愛いなんかツイストポテトで攻撃するやつ絶対弱いから、うんうん、それが固めのツイストポテト、違う、固めのっていうか鉄、鉄、刃物、刃物、うん、あれもいいです。なんでその弱めの例えすんだよ。ドリルでいいだろ、もうドリルもういいで、螺旋のドリルでもやるのがいいだろ、なんでツイストポテト、うん、うん、そっか、まだあるんですね。はい、まだあります。スパーブレイク、はい、ちょっとさっきの略の感じ、外側か内側か両腕を振り抜いて、うん、相手に斬撃を与える技みたいな感じですね、うん、あ、これでゾロがやられたと思ったね。そう、あの柱ごとね、切られてドーンと、そう、いやこれ痛々しかったよね、これね、ズバーン切るから、で石がねこう落ちてくる、ただ今日は一瞬が悪いって言ってね、ゾロ言ってたな。ただそこであの鉄の呼吸を知ることになって、で、うん、でゾロがもうあと一文字だけ、うん、はい、でもう一つアトミックスパート、はいはい、もう足をスケート靴みたいにして、うん、こう地面滑るみたいな、はいはい、で相手にこう斬撃を繰り出す技ですね、これも、うん、そうですね、うん、超スケートだよ、うん、だから今度あのワンピースオンアイスあるから、うわー出るんじゃない、ねえ、これは期待してるけどね、ちょっと本当に唯一本当に足がスケート靴になってるキャラだから、これじゃ羽生くんとかがスペシャルゲストで、うん、ミスターワンとして出るんじゃない、やっぱ、うん使いどこ間違ってるんで、羽生結弦はミスターワンじゃない、絶対にもっと違うとこあるんで、あの美形をなぜ坊主、まあいい、メンディーさんとか、メンディーさんちょっと似てないですか、メンディーメンディーのメンディーさん、確かに似てるな、メンディーさんだな、確かにミスターワン、そうかもね、確かにメンディーさんのイメージあるわね、えこれまあシスソンソンでねの時にちょっと決まりきらなかったって感じですよね、はいはい、そうだね、うん、あの言ってるだけで実際はどんな技か分かんない、確かにね、あんまりまだ分かんないって感じですね、うん、そう、スケート靴みたいな感じでシャーって言ってるところをシスソンソンで切られる、うん、レイオン俺はまだ強くなれるで終わったからね、はい、かっこいいな、やっぱここいいな、読み返したくなるね、この技言ってるだけで読み返したくなる、いややっぱ熱いよね、ゾロの戦闘といえば、うん、やっぱ未だにこれの印象は結構ありますもんね、うん、あるよ、あそこだってもう結構濃密だったからね、一キャラのそのバトル2話とかにわたって書いてたから、うんうん、やっぱりもうその印象は残るよね、そんだけ残りますね、うん、あと何回ああいう1対1というかね、ああいうバトルがあるのかっていう、うん、ね、キングもね、いやキングはねアニメ編めちゃめちゃ熱かったから、アニメですか、あもうね終わったんですっけ、うん、もうね終わって、もうなんならビッグマム倒してよ、あそうだそうだ、うん、今撮ってる段階だとね、そうそうそう、でキング戦はねちょっとあれは見た方がいいですね、ちょっとゾロのバトルで派生してちょっとミスターワンから外れてるけど、うん、あれ絶対見た方がいい、もう映画以上、お金払いたい、マジで払わせてくれと思うレベルの作画、うん、はい、はい、では、うん、まああれですかね、活躍ですかね、はいはい、まあ、めちゃくちゃあるわけでもないですからね、うん、ただ今後どう出てくるのかっていうのもありますから、うん、出てくるの、うん、最初の登場はアラバスタ王国でございますね、はい、まずクロコダイルがこう召集かけてみんなスパイダーズカフェにこう現れた場所でございますね、うん、はいはい、でまあパートナーのねミスダブルフィンガーとか、あとボーンクレーとか、うん、ミスターフォーペアとともに、うん、まあこのカジノにね行くっていうところでございますよね、はいはい、はい、あれミスターワンも会ってないんですよね、うん、だからまだクロコダイルに、確かそうだね、そうだね、だからどんな集団なの、うん、やっぱすごくね、メールとかだけでやってきたってことでしょ、やっぱ、ね、そうそう、あの指令状だけよ、そんな信頼できる、誰かも分かんないんだもんね、うん、だってしかもなんか騙されやすい人たちなのかもしんない ね、金で動いてた、ああそう金かまあまあいろいろあんじゃないの、騙されやすいのは騙されやすそうだけどね、ミスター4とかね、ミスター4とかなんて特にだよね、ミスター4を誘ってミスター4に入れるセンスもすごくない、やっぱこのプロデューサーのセンスも相当あるよね、クロコダイル、ベーブを誘って4番手に入れるわけだよね、相当すごいよね、ねえ300何十万のキャラだから、300万ないんだっけ、300万ぐらいだよね、320とかだったかな、なんかねえねえすごい大抜擢だよね、うん、その中でももう自分の1個
下に置くって相当信頼感は高かったですね、この人ミスターワンはね。まあそうだろうね。で後々も忠誠心高いのもね分かったから、うんうん、ね、なんかいい関係ですよね、意外といい関係よここは。でこの後、まあカジノ行った後、まあミスターゼロ、うん、ね、クロコダイル初対面して、はい、でここで、まあ、うん、ユートピア作戦をやろうよってことでやりましょうってみんなで、まあ、言うシーンがありましたねまんま再現しましたけど、まあ今みたいなまんま再現してないんですけど全然再現してないんですけど、やりましょうっていうおーって感じだ、おーじゃない、そんなおーなんか運動会頑張りましょうみたいなテンションじゃないですよもうちょっと大阪でしたけどね、うん、はい、でまあ首都アルバーナでこうビビをねみんなでこう始末しようっていうのがあったんだけど、まあ麦わら一味のあの誰がビビ作戦みたいなのがありまして、で結局追ったのが松尾だったんですよね、うんうんうん、でゾウと戦うことになると、はい、で、まあ、スパスパの実の能力 VS 剣士の能力、うん、でどっち勝つんだってなって、うん、でゾウがまあ鉄の呼吸をねなんか感じたり、はい、開眼したりいろいろありまして、はいはい、でまあ獅子孫孫の一撃で最終的に鉄も嫌えてね、ちょっと負けてしまったという感じですね、はい、よかったな、うん、鉄も切っちゃったよみたいなね、最後一言言って終わると、うん、次はダイヤでも切るのかつって言って、ね、でその後、まあ、クロコダイルがねルフィによって倒されてしまって、はい、で、まあ、海軍によって、まあ、バルクアスックスやばいってなって、うん、という感じでございますよね、逮捕されてしまったということで、はい、うん、そうだね、うん、で次扉絵ですね、ニーツバロックってやつですね、はい、あのゴールデンウィークの、うんうんうん、で、まあ、ゴールデンウィークとか他のエージェントたちがこう留置所前救出に現れるわけですね、うん、すごい、はいはい、いいチームですよね、なんかね、だからそうだね、仲間意識が高いんですよね、そうそうそう、うん、任務失敗したら消されるのに ねなかなか仲間思いの人たちもいるという、うんうん、で、まあ、クロコダイルが気を乗らねえってことあったと、でダズも、はいはい、まあ、俺も残るわって言って残ったって感じですね、そうだね、うん、でその時のダズの夢、うん、本当の夢、夢の虹色で見せられた夢がヒーローですから、ね、うん、ヒーローなんですよねそうだからダズはヒーローになりたいんだよね、うん、本当は。でクロコダイルはこの時海賊王になってたんですよ、見た目、うん、だからクロコダイルは本当の本当の夢は海賊王なんだよね、そうなんだよな、だからそうだ、そこも熱いからなんかね、今後多分関わってくるじゃん、絶対最終章で結構ちゃんと海賊王って言ってる人って意外とね、うん、めっちゃいるわけじゃないですもんね、なんかみんなそんなに言ってないから、そうそうそう、うん、クロコダイルの本心は海賊王で、うん、だからミスターのこのヒーローがどう絡んでくるかっていうのすっごい楽しみなんですよね、そうね、そうだから本当はヒーローになりたくて結果的に人助けしてたら殺しちゃって、うん、そこから殺し屋の道に入ったとか、なんかそういう過去もありそうじゃん、なんかありそうだね、なんかちょっと気になるキャラだよね、うん、このやっぱり夢がヒーローであるっていうところは、ミスチルのヒーローになりたい、うん、聞いてたのかもしれないですね、ケイさん、ヒーローになりたい聞いたんじゃないの、ずっと聞いたんじゃない、一人君にとっての、ね、俺もずっとリピートしてたからね、リピートしてたよね、いいよ、中学生の頃だってリピートしてたからね、あの曲を、ね、関係ないよ、ケイ、うん、さんもその頃はヒーローだったよね、そう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 、夢は、夢はね、その時はね、夢ヒーローだったの、その時は、当時はね、当時はね、今は殺し屋ですだから、今は殺し屋、そうそう、殺し屋聞いてんの君、殺し屋、同じ境遇だよね、同じ境遇今、これなんでヒーローになりたい聞いてたやつが、うん、今殺し屋目指してんのこの人で、 YouTuber やってる、そうそう、なんだこいつどんなやつが相方だったんだ俺今まで、はい、でまあこのままインペルダウンに閉じ込められてしまったと、はい、まあ、逮捕されてね、はい、うんうん、もう自分から言ったよね、だからもう、うん、もう興味ねえっつってね、そうね、気が乗らねえっつって、うん、クロコダイルと一緒にね、本当はクロコダイルも一緒に逃げようとは思ってた気もしますよね、やっぱもっとかっこいいってそこ言わないのがかっこいいんだから、ミスターワンダズは、うん、そうなのよで、まあ、インペルダウン入ってて、まあ、レベル4にね、はい、入れられてたんですよね、いやなかなかよレベル4は、うん、ね、あのもう熱の場所ですよね、うんうん、うんうんうん、で、まあ、その、ね、熱気火の海の中こうねひたこう、うん、じっと耐えてたわけですね、はいはい、そこにルフィがレベル6からこうクロコダイル解放して、うん、でそのままこうねインペルダウンこう抜けようって時に、はい、ミスターワンも会いまして、クロコダイルから駒が必要だって言われて、はいはいはい、やったー一緒に行きましょうって言って脱獄することになったとそんな格好悪いんだよ、ね、うん、やったーって言ってる付き合いましょうみたいなことよ、かっこよかったよねここそうそう、ここかっこいい、ね、このやりとり、そこのやりとりちょっと見たいわ、ちょっと待って、まあ完全再現してたけどなやったー行きましょうか、やったーって言ってないのやったーって言ってない、見なくてもいいんだけど改善再現してたので、いい、見る見る見るに決まってるだろやったーなわけないんだよ、合ってると思うけどな、合ってると思うけどね、やったー、そんな感じだった気がするけどな、欲しくないけどな全然違います
ますけどね。あ、来ました来ました、うん、かっこいいやっぱこのやりとり。ここを出ようと思うんだが少々兵力がいる。どうだ俺と来るか。ミスターワン付き合いましょう。あんたならちょうど退屈してきたところだ。じゃらかっこいいよ。かっこいいね。やったあの矢の字もない全然矢の字ないです。ないのなかった今。付き合いましょうあんたになるちょうど退屈してきたところだ。めっちゃかっこよくないこれ。全然やったじゃないのよ。どうって言ってた気がしたんだけど。やったはないのよ。言わない言わない。 そんなバギーとかミスター3よそんないいですねこの二人のこのなんだか信頼してる感じ。いいよね。いいですね。この冷酷な男たちが実はこのね繋がってる部分あるみたいな、うん、ここ熱いね、うん、でこの後、まあ、ルフィとはね実は初めて会ったんですよね。そうかそうなのよ。ミスター1ここか初か。そこそこそこそうだそうだそうだ。ミスター2からゾドに負けたやつとポンちゃんがね、はいはいはい、ちょっとムッとしてましたね。あのゾドというか、うん、してたしてた。腹巻さんって呼んでましたっけ、うん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 、なんかねそんなボンちゃんが腹巻ちゃんって腹巻ちゃんだそうだそうだそうそうザロのことを ねその件で言ってた、うん、っていう感じですね。でまあこのままみんなと一緒に船をね確保して、うん、頂上戦争の方にね向かったわけでございますね、うん、はい、うんうんうん。でここでもちょっと活躍がありまして、まあ、クロコダイルがですね、はい、まあ、この戦争に乗じて駆動ヒゲをね首をちょっと取ってやろうなんて話してたんですけれども、はい、うんうん、まあね、いろいろこのスクワード事件だったりとかいろいろありまして、うん、はいはい、まあ、呆れてねあんまちょっとも言えないですけど、うん、スクワードのねいろんな事件がありまして、ちちち海軍のせいなの海軍のせいでね、海軍のせいなので海軍にまあ姑息な手をいろいろ海軍がやるから、うん、まあ、そっちに憤りあって、うん、標的を海軍にしたわけですね、はいはい、クロコダイルがね、うん、まあちょっとこいつらの思い通りさせたくね、うんうん、まあ、海軍調子乗りた乗らせたくねえってことでね。そうね、結果的にまあ共闘ではないけど、まあ、まあちょっとルフィと共闘みたいになってなんか良かったですよね、うん、そうだね、そう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 、ちょっと白ひげの首狙うのはちょっとやめてたよね、うん、一旦ね。ですがまあこうミホークにねいろいろ攻撃を、まあ、ミスター1受けたりもしてしまい、うん、まあ、ちょっと重傷的にね、はい、切られてたね、うってなってましたから、うんうん、ここは切られちゃってたわ、うん、一瞬だったもんね。やっぱミホーク強いなって強いね、この時ね、うん、当時覇気の概念そんなになかったから、うん、読者的には、うん、でまあ終戦、はい、頂上戦争終わりまして、うん、まあ、その後結局クロコダイルと一緒に、まあ、新世界の方に行き、はい、海賊としてこう今活動しているという感じですね、うん、とりあえず、はいはい、そうだね。で第1部は終わり、第2部に入って、はい、当分出てきてないんですが、うん、出てこなかったんだよね、うんうん、なんとまあ現在あれですね、このクロスギルドにねこう身を置いてる場面、はい、こうクロコダイルと一緒にねこう海軍もねこう返り討ちにしてる場面などあり、うん、一緒にいるというのが、まあ、まだ分かって、はい、クロスギルドの幹部とかやってんじゃないかということでございますよね。そうだね。うわー、うん、いやほんとそれ2年後になってからさ、あの新聞を読んでるだけだったんだよねクロコダイルのそのシルエットが、うん、だからまあまあダズも一緒にいるんだろうなと思ってたら、めちゃめちゃ重要な絡み方や。そうですね、クロスギルドという、うん、4校の一味だからね言うたら、うん、バギー4校ですから、そこのクロコダイルのまあ部下部下って感じですね、うん、いやこれどう絡んでくるかめっちゃ楽しみだねやっぱね、うんうん、はい、ということでこんな感じですかとりあえず。そうだね、今後もうすぐ出てる可能性ありますよね。いやあるワンちゃん、これ動画が上がってる時とかにちょろちょろっと出てる可能性救済期クロスギルド全然ありますもんねいやあるあるある、今我々救済期間中にね撮ってますから、うん、そうだね、もしあったらちょっとここらで僕のナレーションが入ってるかもしれないですよね、うん、ティントンがね、どうなんだろうな今後、ね、めっちゃ戦うシーンとか出てきてほしいですけどね、もう一回見たいよね、もう一回見たいね、覇気使えてるみたいなところもね、うん、あるかもしれないしね、この2年間で使えるようになってるとかもあるかもしれないし、でもやっぱミホークのこと恨んでるからさ、うん、やっぱ一回切られてるしそんな仲間になったふりしてやっちゃおうぜみたいな話はしてんのかもね、ミホークのこと、うん、ちっちゃくないさっき聞いてた付き合いましょうあんたにならってやつ、そんなことしないって、いやクロコダイルに言ってんじゃん、ちょっとさ実際みたいなあいつ俺のこと切ったじゃないですかみたいな、やらそんなもう暗殺しようと思ってますいやちゃそんな位置負けを根に持たないさすが殺し屋だな言うんじゃん、ダサいダサい、それも称えるなクロコダイル、そんなダサいこと正面から言って勝てどうなってくのかですね、であれだよね、もうこれ多分コミックスになってるけど、うん、いやミホーク型のセラフィム S ホークがスパスパの能力を得てたわけですよ、はいはい、ああそうだ、うん、なんだかここも気になる要素であるよ ね、まあ、間違いなくダズ関連の要素であるから、うん、まあ、インペルダンに捕まったキャラから、まあ、血統印象を入手して、うん、それをグリーンブラッドによって、まあ、投与して、うん、パルミシア系の能力を複製している、疑似的にまあ複製しているってことですよね、セラフィムで、うん、うん、だからこのスパスパとミホークとっていう絡みがね、ダズ本人も絡むのかどうかっていうところも気になるかな、うん、うん、
はい、そんな感じでしょうか。はい、うん、そうですね、うん、ではまた次ね、バドクワックスが意外と結構ね、うん、見てくださる人もいるんですよね、うん、じわじわと ね、ミスター4ですね、うん、比較的言ってたんで、はいはい、バドクワックスでまたなんか募集するのはありかもですね。いいね、あ、いいじゃないですか。誰です か、 どこ行きますか。結構やった3ってやってないんじゃない。ミスター3ってやってないよね。あれミスター3やってないんじゃない、まさかね。なんかいいキャラすぎて一番出てる気するけどね、いいキャラすぎてねえ、多分一番活躍してる気がするけどこのチャンネルでも一番聞くよな、名前やってないかも。名前も聞くよ。ミスター3やってねえんだミスター4と2と5はやってんだ、うん、あ、じゃあもうここだけじゃん、あとじゃ男性陣、男性陣はね、ミスター3だな、うん、ね、うん、はい、じゃあこの動画333グッドでいやいやいや少な行くかな、行くか、行かないかもな。先生行ってもいいんだけど、ね、まあ300でいいか、ね、まあそうだな、うん、全然3000も行くとは思うけど、ね、行くとは思うけど、一応ね、ね、3000も行くとは思うけど、うん、一応ね300で、いやもう全然自信ないじゃん、もう333で、まあまあ、333で、うん、です。はい、はい、じゃあ以上でございます。はい、殺し屋っていろいろあるねはい今日も最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。ぜひぜひ高評価もお願いします。はい、次も見てください。明日の出しもまたね殺し屋の話だからお願いお願いします。チャンネル